はい、ということで、またオープニングに戻っちゃいそうだから、ちょっとこうカスタム画面で失礼するんですけれども、はい、ということで皆様、こんにちは、はじめまして、中田はじめまして、テルズの実況、ごめんなさい、テルズの実況ね、いろいろやっております、ムーンと申します、よろしくお願いいたします。はい、今回からですね、テルズ・オブ・デスティニー実況プレイやっていこうと思います。はい、ちょっとね、エターニアがね、引き続きで結局やることにしました。エターニアで見てくださった方は、ちょっとね、いろいろ事情があったことはご存知の方もいらっしゃるかもしれないんですけれども、はい、で、この度ね、デスティニーやっていくことにします。よろしくお願いいたします。プレイするのは、PS2 のリメイク版ではなくて、初代プレイステーションのオリジナル版をプレイします。はい。ということでですね、2作目か、テールズの2作目、キャラクターの、ね、名前はソシャゲ知識から少しは知ってるんですが、本当にもうドラえもんで言うとドラえもんの登場人物ってのび太としずかちゃんとスネ夫とジャイアンぐらいだよねみたいなのとか、ドラえもんの好きな食べ物ってどら焼きだよねとか、それぐらいの知識しか知らないので、はい、もうほぼほぼっていうか、もうほぼほぼもう 100% 中 95% は初見プレイだと思っていただければと思います。ストーリーも全く知りません。なのでね、初見らしく、ストーリーだったり、バトルだったりね、楽しんでいこうと思っておりますので、よろしくお願いいたします。これからね、実況始めていくんですけれども、少しね、前置き長くなるんですが、聞いていただければと思います。動画のコメントに関しては、今回、デスティニーに関しましては、承認制を取らせていただこうと思っております。一旦、コメントボックスに保管されて、私が確認して承認するっていうやつですね。そちらを取らせていただこうと思います。まあ、確認するのはね、まあ、頃合いを見て確認してね、承認していきますのでね、ぜひ、まあ、デスティニーのファンの方とかもね、書いていただければと思うんですが、この私のコメントを確認してるときにはね、クリアしてない、可能性、このゲームもそうですし、ポイントポイントでね、まだ先の展開知らない時点で確認している場合もありますので、もちろんね、ストーリーだったりバトルのネタバレや先のほのめかしをコメントで書くのは禁止とさせていただきますので、よろしくお願いいたします。今のところに承認制を取っていくつもりであるんですけれども、コメントのね、内容次第では、まあ、途中で承認制をね、解除する場合もありますので、はい、その辺もご理解いただければと思います。ちょっとね、エターニア実況してる時にいろいろあって、本当はね、エターニアの時っていうか、今までのテイルズの動画のコメントに関してはね、承認制じゃなくてもう自由に書いていいよって感じにはしていたんですが、エターニアの時に、ね、ちょっといろいろありまして、でちょっとこれ以降のテイルズは警戒という意味でもね、一旦承認制を取ろうということに私の中で決めましたので、把握していただけますと幸いでございます。で、あともう一つ、まあ、ネタバレに関してね、ちょっと口酸っぱくに言ってしまって申し訳ないんですけれども、今回オリジナル版をプレイするのですが、リメイク版ではこうでしたといった、ちょっとリメイク版の、ね、内容に関してはコメントは書かないでいただけるとありがたいです。いや、なんでかっていうと、デマスターでね、現行機でプレイできるようになったらもちろんやる予定でいますし、実はひょんなことでね、 PS2 をゲットすることがあったら絶対にやりますので、はい、その時のね、お楽しみにさせていただければと思っておりますのでね、そちらもちょっとご理解いただければと思います。で、これが3点です。コメントの内容、ごめんなさいね、もう全部コメントに関連することなんですけれども、もちろん、オリジナルのファンだったりとか、リメイクのファンだったり、もしくは両方のファンの方いらっしゃると思います。動画見てくださる方にはね。その方たちが不快に思うようなコメントは、やめてください。
はい、どうやらね、なんかね、まあ、風の噂なので真実かどうかわかんないんですけれども、オリジナルが一番とか、リメイクが一番とか、まあ、派閥でもないけど、ちょっとあるらしいんですよね、このゲーム。なのでね、気を悪くするようなファンの方がね、ちょっと気分悪くなっちゃうようなコメントは書かないで、嫌いよりは好きを語っていただければと思います。ということで、じゃあ、お待たせしました。早速やっていこうと思います。ちょっと待ってよ。あ、じゃあ、カスタム、メッセージスピード早く、4が一番早いの？4が一番遅いのか。0がもうそのままポンって出るやつか。キーカスタマイズはやめよう。BGM は、BGM ちょっと低めでいいかな。SE も、あ、ボイスはないんだ、設定。あ、そうなんだ。それだったらまあ BGM 普通に上げていいか。エンカウント確認オン、ターゲット確認オン、ボイス、あ、ボイスあるんですね。ありがたいですね。さて、では、参ろうか。わー、ドキ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 。さあ、ニューゲーム。これ主人公ですよね。主人公はスタンです。はい、ここまで行きます。私はどこからスタートなんですか？ちょっとね、サブイベントとかもいろいろあるらしいのでね。まあ、全部ちょっと、通るのは難しいんじゃないかなと思うんですけれども、できるだけ取り逃しないようにしていこうと思います。しかし見回りも退屈ですね。愚痴を言うな、これも給料分だからな。はいはい、あとはこっちの倉庫を調べるだけですね。あ、ちなみにハードはね PS3 でやってます。 PS3 は初代 PS プレイできるので。誰だ、あれ、早速捕まってませんか？死んでるんですか？いや、寝てるだけだ。おい、起きろ。受けられてる、かわいそう。お前こんなところで何をしている？おい、なんとかいたらどうだ。寝てる。密航みたいですね。密航者なんだ。大方そんなところだろう。違うか。こいつ寝ぼけてやがるな。とにかくこっちへ来るんだ。ね、ずっと寝てるんだけど。強心臓かよ。ほら、いい加減に起きて。おい、キリキリ歩かんか。消し消し。かわいそうや。歩兵。いいから歩くんだ。はい。ずっとムニャムニャアイコンついてんだけど、下の人はずっとムカムカアイコンついてるんだけど、大丈夫かな。最初なんか自分たちの住んでる町スタートじゃないんですね。あ、これ右にあるのは、右と左にあるのは宝箱なのでは。館長、何事だ。想像し、怪しいやつを発見しました。下の倉庫に隠れていました。なんだと、倉庫に隠れていただと。おい、お前何者だ。これ名前は、あのスタン・エルロンって言います。で、どこから来たんだ。フィッツガルドのリーネの村からです。ほら、剣はこっちへ渡して。あ、はい。素直ですね。他に怪しいものは何も持っていないようです。おい、どうしてこの飛行竜に乗ったの。飛行竜、俺セインガルドへ行きたかったんです。嘘をつくな、あいつを覚えに来たんだ。さあ、本当のことを言え。本当にセインガルドに行きたかっただけなんです。信じてください。あくまでも城を着ようっていうのはこっちにも考えがある。おい、体に直接聞いてやれ。何が何でも任せ。お、バトル来るか。わかりました。やめてくれ。ほら、本当のことを言えよ。グッ、あ、グッて言ったぞ。俺は知らない。早く入った方が楽だぞ。ほら、あー、かわいそう。あ、そっか、剣も取り上げられてよか。バトルにもならないのか。倉庫にあるものを狙いに来たんだろう。本当に知らないんだ。いい加減に吐け。あ、倉庫にあるもの、なんか、うわー、ちょうどパパス並みの悲鳴ですね。どうやら本当にただの密航らしいな。まったく慌てさせやがって。館長、どうしましょう。甲板の掃除でもさせておけ。あれ、優しい。はい、わかりました。かわいそう、暴力振るわれた上に。結局運んでくれるんですかね。大丈夫だったかい。なわけないじゃないですか。しかし、気の災難だね。こんな時密航するのについてないよ。どういうことです。言ってたろ、大事なものを運んでね。なんなんだろう、なんかまずいものかな。そのせいでみんなピリピリしてるんだよ。館長だって本当はあんな人じゃないんだよ。さ、そろそろ行こうか。
お、でかい。船かと思ったらドラゴンに乗ってるんですね。嫌な感じの風だな。え、離れずについてくるんだよ。優しいやん。いや、でもこの人暴力振るってたよね。あ、アメとムチか。掃除をしてもらうけど、間違っても甲板から落ちたりしないようにするんだ。あ、はい。落ちたら助けてあげられないからね。それだけは覚えておくんだよ。はい。よし、じゃあ行こうか。さあ、ここから降りて。なに、え、怖っ。なに、降りてって。じゃ、ちょっとやっぱりタンマ。なに、言ってるんだい。だって、高いんですけど。うん、高いだろうね。飛行量の甲板だからね。あの、怖いんですけど。うん、怖いだろうね。落ちたら死んじゃうからね。あの、君も心配性だな。落ちないから大丈夫だよ。そう言われても。さあ、頑張っていこう。ふう、分かったよ。デッキの掃除から行こう。少しずつ高さになれるんだ。はい。じゃあ、モップを持ってよく似合ってるよ。モップが似合ってないよね。索敵手、前方距離300。モンスターです。なんだと。メンスターが数は およそ100。猿に接近中、距離250。接触目立つじゃん。もうダメじゃん。おしまいじゃん。来やがったな。そういう第1級戦闘配備。おお、何、戦闘来るかな。手の空いているものは防戦に当たらせる。お前は機関室へ向かえ。レンズパワーを上げて奴らを振り切るんだ。あれ、レンズってエターニアにも出てきたけど、収集要素でありますが、あれだけは何としても奴らに渡すわけにはいかん。パワーを上げるんだ。せ掃除してる。かわいい。プインプイン、メンスターが出たぞ。なんですこの音。おかしいな、なんで警報が。え、これ何、人間がいるんだけど。ギャーギャー、あ、モンスターだ。ね、後ろに誰かいるよ。後ろ危ない。え、くくく、たわいもない。次は貴様だ。はい、そうですかって言われてたまるかよ。あ、しまった、武器がない。くくく、なんだ、威勢がいいのは最初だけじゃねえか。わあ、武器さえあればあんな奴らになんか負けやしないのに。ともかくどこかで武器を見つけると話にならないぞ。あ、動けます。これ何、追っかけてこないの。バツボタンでダッシュだね。あ、モンスターがいるね。なんだ、風化雪月でいうとこのスレン族みたいなやつら。あ、こっちも、はいはいはい、さっきのあれかな、艦長室。ああ、こりゃもうダメだ。積み荷の剣を。積み荷。あ、おトイレじゃん。こんにちは。くくるな踏ん張ってますかね。あ、はいね、なぜかトイレにあるアップルグミこと切れて。あ、クローク。ちょっと待って、これはもう装備ができるのでは。体防御大事である。荷物を動かすの。ここは開かない。ごめんなさい。そこを引いて、あ、ちょちょちょ、バカ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 、荷物を、上でなんかめっちゃみんな逃げてるけど、ごめんな。ちょっと荷物を移動させてんだ私は。はい、お、できたできたできた。あー、ピクピク動いてる。うー、しっかりしてください。ここなんだ、何の部屋だ。あ、ババカ、あっちへ行け。モンスターに見つかるだろう。アイテムないかな。ここあ、リンゴ、食材。ベッドの中とか。
なさそう。縛られてる、ここね。なんか光ったような、ここにあるぞスタン。ちなみにスキットってあんのかな。ファンタジアはね、私 PSP であったからあったんですよね。あ、ここもあるね。なんか光ったような。ちょ、待って待って待って、ここ、あー、これなんかドラキーみたいな敵だな。ドラキードラクエの。ここから行くか。さあ、剣を取るぞ。はい。閉めた、武器が。うわ、古臭い剣。でもそうも言ってられないか。古臭いとは心外だな。だ、誰だ。我が名はディモロス。お前が手にしている剣だ。おー、ディモロス。キキキキ、剣がしゃしゃべった。うろたえるな、バカ者。お前を敵から守ってやろう。え、守るって。お前の正面で来るぞ。見つけたぞ、そいつをこっちによこせ。ディモロスもう出てくるんだね。よし、スタンブレスバーバリア。お、これちなみに呪文特技、作戦対立、呪文、あ、ファイアーボールが使える。ファイアーボール、あ、強え。やったのか。初めてにしては上出来だ。だがお前、名前はスタンです。どうも。いいか、スタンとやら、非力なお前には小術を授けてやった。小術なんだよそれ。小さな火球を放つ技、ファイアーボール。あ、さっき使いましたね。ファイアーボールに限らず、小術はソーディアンがないと使うことはできないのだ。もとも今のお前ではうまく使いこなせようと思わないわな。どういう意味だよ。言った通りのことだ。試してみればいいだろう。ともかく早くここから脱出するんだ。このままでは拉致が開かないぞ。あ、わかったって。おい、ちょっと待ってよ、ちょ待ってよ。ドイザじゃないだろ。ディモロスとか言ったってお前剣なんだろ。その通りだ。なんで剣が喋るんだよ。生きているからだ。そんなこと信じられると思ってるのか。お前が信じるか信じないかはこの際問題ではない。現実に私はここにいるのだ。天地戦争は知っているな。遥か昔、その時代に私は生まれた。そして今再び目覚めた。お前を使い手に選んでだ。この意味がわかるか。私はお前に力を貸そう。だからお前も私を信じろ。死にたくなければな。へえ、ということで、じゃあ初回はここまでにしておくか。セーブってどこでできるんだろう。呪文、これショートカットで使えたりしないのかな。あ、罰で出せるってことかな。はい、ということで早速ね、あのソーディアンのディムロスが、まあ、仲間になったというか、まあ剣の中にいたというか、あれかな、エターニアでいうとこの奨励みたいなポジションなんですかね、ソーディアンっていうのは。はい、まあまた次回にしとこうかな。はい、お疲れ様でした。じゃあ次回はちょっとバトルたくさんすることになりそうですね。